一つ一つ手作りだわん。新地の西屋敷にあるこちらのお宅、一見普通の家なんだけど、ここでみんなもよく知っているあるものが作られているんだわん。ミシンで何かを縫ってる。何を作っているの？こういった帽子を作っています。そう、こちらの山本製帽所は昭和2年の創業以来、さまざまな帽子を作っているんだわん。現在は主に官帽という種類の帽子を作っているんだって。運転手さんやガードマンがしているから、みんなも見たことあるんじゃないかな。帽子は一つ一つ手作りで、毎日100コード作っているんだって。このように帽子を専門に作っている会社は知多半島に数軒しか残っていないんだよ。この部屋にはなんと10台のいろんなミシンがあるんだわん。こちらは50年以上使っているアメリカ製のミシン。帽子のつばなど硬いものを縫い合わせる特殊なミシンなんだわん。このように縫い合わせる場所によってミシンを使い分けているんだね。さて、ここでみんながかぶっているこの帽子からの問題。みんながかぶっているこの黄色い帽子、どうして黄色いのか知っていますか？この帽子が黄色いのは目立つことで車の運転手に気づいてもらうためである。丸か×か。正解は丸。目立つということで帽子組合が推奨している色なんです。みんなも大切にかぶってくださいね。